音がね、もうザ癒しなのでした心を開いて
日を待っているやで座ってジャンみたいなイメージだったんですけど、あのこう沖縄から始まったこの何とも言えない緩い空気をどうしようかとね、改めましてゆうすみおどるです、ありがとうございます。こちらの方とこちらの方と原画を8枚で、後ろの方にもあの絵を展示させていただいてます。キャッツさんありがとうございます。イクルージさんありがとうございます。あの今回ね、カンペあ、そういや本当にあの週末ね、あのこの平日の夜にお集まりいただいている皆様はちゃんと社会で生活できているのだろうかということをあのいじろうかなとか思ったんだけど、本当に割とアーティスティックな人たちが多いからね、なんか土日あんまり関係ないんですかね苦笑いあの今年の 春からじゃないです、今年の初めから、社会人を始めましたユースミワザルです。静かあの普段はね保育士をやっていたりします。で今回なんだろうな、あのこのライブをやるって思った時に、去年の年末ぐらいにキャズさんとやっちゃうみたいな感じでやりますって言って、いろんなことがまだ迷いながら生きていた頃でした。最初はワンマンライブっていう名前でやろうと思っていたんですけども、ユースに当たるワンマンライブ。でもよくよく考えたらね、あ、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。そう、あの今これもまた出演者がね、あの登場したっていうぐらいな感じで、全然ワンマンってなんか寂しい響きを感じたんですよ。 僕だけですか。今日オープニングアクトで呼びたいと思ってた涼介さんで、今日絵本をね、あの絵を提供させていただいて、それをもとに絵本を作ってくださった栗林さんっていう方もこの後出てくださいます。でこうやって一緒に集まって手拍子でもそう、美味しくご飯を食べるのもそう、あの本当にこの空間を作ってると思ったら、ワンマン一人の力でやってますって言ったら神様に怒られそうだなとちょっと思いましてその言葉ちょっとなくそうと思って、あの告知の後半からは入れておりませんでした。あの話長い、大丈夫、ここだけワンマンでいい。あの次にやる曲はですね、あの新曲なんですけども、4年ほど前に書いた、もうちょっと笑っていいよずっとね、あの新曲はちょっと自分のために作ってなくって、ただなんかここのこの曲ができた時点で本当に音楽をやっていくっていう一つの意味はできたのかなって思っています。光という曲なんですけども、タイトルがずっと決まりませんでした。で自分がやりたいことは何だろう、何をしていきたいんだろうって思った時に、あのみんなそれぞれが光であること、自分に返っていくこと、光っていう言葉は使われてはいない、でも光だなと思いました。この曲を昔組んでいたユニットのボーカルの男の子が、とある女の子が自分の命を自分で絶とうとしたんだと、その子がまた生きる希望になるような曲を作ってほしい。で多分僕のライブに何回か来てくれた人は知っていると思うんですけど、僕自身は自分の思いを全力で込めて、ミュージシャンだからやっぱり愛とか希望とかそういったのを歌うんだけど、でも一人一人に寄り添えるわけじゃない、ずっとそばにいるよって言えない、だからこそ歌で届けるよという歌を作りたいと思いました。光という曲です。聴いてください。
だけど
話してあのこれもあの愛のなせる技っていうんですか、全然全然どんです。ちょっとねあの後ろの方で何が起きたのって思った人にご説明しますと、あの僕のことをあの今ね動画で撮ってくださってたんですけども、この美しいビューティーな顔をね、なんで笑ったんですか、めっちゃ面白いからです神がかってましたね。でそれがあのパタンと倒れたというね、いいんです、なんかちょっとねこれぐらいが、ゆるいぐらいがちょうどいいですよ、ほんとこれからすっごく重い曲をねちょっと歌うけど、それぐらいのゆるさがあった方がみんなちょっと和やかに歌えるみたいなね、うん、あそうそう、今あの本番前に一応今日あの写真とか大丈夫ですかって、あの動画とか撮っていいですかって、もうものすごく撮ってるんですけども、あのぜひぜひ撮っていただき、かつ Facebook にあの8割増し型くらいにちょっとよく書いてあの投稿してタグ付けをしてください。あの本当に僕の望みってこういう人たちやこういう場所がどんどん集まること、ワンマンライブじゃないよって言ったのを、あの居場所を作っていきたい、みんなで集まって、多分ここにはピアノ弾いてる方、チェロを弾いてる方、歌われている方、もういろんな方が集まっています。これから何かをしていきたいっていう人もたくさんいます。もう本当にカメラを回してる方もそうだし、いろんなお仕事をやってる方もいます。何を言いたいのか全くちょっとね、いろいろ例を出しすぎて分からなくなっちゃったんだけど、とりあえず誰が主役でもいいんだよって、そのために大丈夫、もう場は繋がなくて OK、 OK 出ました、あのカメラ Q が入りましたので、そろそろ歌いに入りたいと思います。ではあの気持ちを中肉ちゃおうか君を好きじゃないなら
どうしてもいつか
世の中の悲しいこと、いつか君が人々を照らす日を信じよう。風の強い伝えるっていうことでもないんだけど、本当にもう一度真剣に音楽をやりたいって思ったのが、そのユーサミさんという方の音楽がライブを行ったとこからかの影響でした。あ、音って言葉ってこんなに力があるんだなって、すごくシンプルなんで、あ、俺これやりたいと思ってこの感じでやりたいって思ってなんかすっごい突飛な技術でバンドとかすごくじゃんじゃんやったりっていうのはできないけど、弾き語りスタイルでちゃんと伝えるべきこと、自分が本当に思っていること、みんなに届けたいこと、みんながきっと言いたいんじゃないかなって思うような、そういうことをちゃんと形にして一つの場になっていけたらなって思いました。なんかいいこと言ったので拍手しましょう。ありがとうございます。というわけでですね、前半戦が次この曲で最後になりまして、この後ですね、僕がちょっと絵を描かせていただいて、それをもとに絵本を作ったという古林さんの絵本の読み聞かせ、これもね本当に命を一つテーマにしていると僕は思っていて、いろんなことがあるんですけども、本当にありがとう、なんかね、あって言っちゃって、その後なんか続けようかなと思ったんだけど、ありがとうコーヒーというこの後ね曲を歌うんですけども、お、唐突に始まった、気づいてくれた人ありがとう。なんかね、ライブでね、割と後半になるとこんなに来ますよね。問題はここから自分がちゃんとグルーヴに乗れるかどうかいつもこれ苦手で反対に書いちゃったりするの、信じててください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、あ、いけました。ありがとう。
ー紹介もうちょっとね頑張るつもりだったの。コード間違えたらちょっとくじけちゃって心を。みんな後半戦も残ってくれるかな。頑張れ。ごめん、分かると思ってた自分がちょっとね甘かった。くれるかなって言ったらなんかちょっとフジテレビっぽくなんかこのね分かる伝わるこれ。いいと思う。それです。伝わってくれてすごく嬉しい。さすがフィーリング。後半戦も楽しんでくれるかな。いいと思う。ありがとうございます。笑うしかないな。ありがとうございます。こんなんでいいのか。いいと思う。ありがとうございます。ではここで、新たなる本日のイベントの参加者を紹介したいと思います。準備は大丈夫ですか。見えないんですけど、 あまり の僕のイケメンぶりにちょっと席を立って準備をすることができ誰今笑ったの。ね、見えないからと思ってね、ポソッと笑うくらいだったらもう全力で笑っちゃいましょう。イケメン。イケメン、イケメン。めっちゃイケメン。そう、最近ね、ちょっとね、テカテカしてる。そう、こう見えてね、もうそろそろ、よそじ、間近で。まだ40じゃないんですか。まだ40前ですか。まだよ。これはね、どう捉えていいと思いますか。まだ若いつもりで、もうそんななんだっていう言葉を想定してたわけ。そしたら、まだよそじになってないんですかっていうね、この言葉が来たんですけど、これは皆さんの目に映るユースに当たるは、いかように映っているのかっていうのは、ちょっと、後でリサーチをね、ちょっと取りたいかなと思うんですけど、ね、次回からチケット代が跳ね上がります。というわけで、栗林千恵子さん、ごめん、ちゃんと伝達するの忘れてた。6番。この栗林さんとの出会いというのが、保育ドリプラ、僕保育士なんですけども、椅子がもう一個。拍手でお迎えします。僕ちょっと立っちゃうと変な感じになっちゃうんで生声でもいい、はい、ここの会話は大丈夫です。保育士のドリーム夢を語るっていう保育ドリプラっていう企画がプレゼンテーションがあって、でそこのところでなんか、音楽とかのその子ライブコンサルみたいなことをやってる人がいるからよかったら来てみないかって言われた先でお会いして、で、ね、これほんま締め切り1週間ぐらい前に、ね、全部で13枚ぐらいなんですけど書けますかって言われておいおいこの人何言ってるんだと思って無茶ぶりにも程があるだろうと思いながら仕事が終わってからもう結構夜な夜なぐわー書いてて、でそれで最初にね文章をすごくいただいて、そこで書かせていただいた絵が自分の本当に絵っていろいろあるんですけど、自分の思いだけだと結構出てくるものってすごく限られてるんですけどね、ねって言ってもわからないんですうなずいてたけどね、そうなかなか出てこなくて、その言っちゃって大丈夫、動物さんがね、可愛い動物さんがいるんですよ。あ、こういうのを描けるんだ、出てくる、あ、すごい浮かびやすいなと思って描かせてもらって、もう泣き泣き夜泣き泣き描いてもうありがとうございます。いいんだよ別に気にしなくて。本当にありがとうございます。それが、本番でそれが使われるのかなと思ったら、ちょっといろいろドリプラの中でもなかなかそれを発表する機会っていうのがストーリー展開的にできない場面があるみたいで、でもこれちょっと自分が見たいって思って、今日出てくれませんかってお願いをして今日出てきていただきました。2月3日に今年のプレゼンさせていただいたんですが、はい、皆さん私児童養護施設というところで働いていたことがあるんですが、ご存知ですか。知らない方だと思ったそうですよね。
で保育ドリプラーももともと私が出ようと思ったのが代表が、まあ、保育士さんとかお母様とかご保護者の方とか子どもたちとかそういう方だけじゃなくて全然子どもとかか普段関わらないみたいな人たちにも子どもの育ちって大事だよっていうことを伝えていきたいっていうすごい熱い思いに感銘をして共鳴して自分もそういう思いがあったので出たいなっていうのがあって、で児童福祉室って私も恥ずかしながら保育の大学で初めて知りました。でそういう、 もう知らない人がいっぱいいらっしゃるっていうことも自分の中重々承知でそれをどう10分間の中で伝えるかっていうふうに考えた時にいろいろ試行錯誤しててその1週間前にやっぱ絵本だなって思ってしまってでも私絵本絵描けないみたいな思ってちょっと周りにも1週間前に見たらメモ取れそう聞いてみたらすごい心よくいいよって言ってくださって、でもすごいリハーサルではそれでやったんですけどすごくもう評判はそれもすごく良かったんですけど、誰反対したの誰だったかな、まあいろいろ大人の事情もありまして本番ではそのでも私もどうしてもこれで児童福祉のことを伝えたかったので、その自分絵本が大好きで絵本の仲間がいたのでちょっと協力してもらって実物大の絵本にして当日ブースで皆さんに見ていただくという形を取りました。で、あのお預かりしてる原画も持ってきてはいるので後でそれ見られたい方はそっちの方がゆうさんのこう色がすごく出てると思うので、でもこれはもう結構、ね、見ていただけたら嬉しいです。でもう一緒にあのその人も音楽家の方に音楽をつけていただいててそれもすごくぴったりの曲つけていただいたので今日は森を行って CD をかけながらさせていただきたいと思いますのでお願いします。すごい見えますかね。でも後ろの人結構見えなくてむしろここに立った方がいいぐらいかなってさっき後ろで思ってたんですけど見えますか。声聞こえますか。もうちょっと入れます。はい、こっそりとちょっとここ座ったらあかんやつ。ごめん。いいお願いします。桜が綺麗に咲く季節、うさこはママと一緒にみんなの家にやってきました。ママはよろしくお願いしますと言って去っていきました。うさこは不安でした。でもみんなの家のトラコ先生はうさこにたくさんの優しさをくれました。みんなの家のお友達と過ごす日々は騒がしくという間に過ぎていき、うさこはみんなの家で暮らしに慣れてきました。暑い夏、みんなで夏祭りに出かけました。紅葉がきれいな秋、みんなで遠足に行きました。楽しいクリスマス、みんなでごちそうを食べました。正月、うさこは思いました。桜が咲いたらまたママに会えるかな。うさこがみんなの家に来た春が再びやってきました。トラコ先生が慌てています。トラコ先生と園長先生に連れられうさこが行った場所、ママのお葬式でした。うさこはトラコ先生にぎゅっとしがみつき怖いと言いました。トラコ先生はうさこをぎゅっと抱きしめました。
閉めました。みんなの家に戻るとみんなが心配そうに待っていました。みんなの家のお友達は口々にうさこちゃんに話しかけました。ゾウスケくんが言いました。僕大きくなったら大きな鼻で楽しませてあげるね。キリミちゃんも言いました。私は大きくなったら長い首でうさこちゃんに高いお空を見せてあげるね。うさこちゃんはもう怖くありません。ちょこちょいなんで、すみません。そういつまでたっても落ち着いた大人になかなかなれなくって、栗林さんありがとうございました。皆さんところでトイレとか飲み物とか大丈夫ですか？トイレ1個しかないので、もし行くのであれば場の空気を読んでいくとみんな行けなくなりますよ。トイレ休憩乗り切る乗り切る。じゃあここから後半戦また入っていきたいと思いますが、ついてきてくれるかな。いいと思う。ちょっと迷いがあった。今日僕ねすごく知ってる人たちとか大好きな人たちからが集まってるし、あとね7割増しぐらい行ける気がする。一度でいいからね、タンタタタンはこれ僕ができなかったんで、それはちょっと夢半ばちょっと諦めるということにして、いいとももう一回やってもらってもいいですか？いいとも。あそこ。だから、ね、ちょっと言いながらそこで帰ってきそうな気がしたんだけど。そうなるよ。で何を言うんだっけ？じゃあついてきてくれるかな。うん、では後半戦みんなついてきてくれるかな？いいとも。イエーイ、ありがとうございます。後半戦始めていきたいと思います。こんなノリでいいんですかね？いいよいいよ、よいしょ。 OK OK、 そこもいいともだった。そこもいいともだった。ちょっと今ここにセットリストには入ってない曲を一個ちょっと差し込みたいなと思っているんですけども、以前ちょっと前にFacebook の方で開けさせてもらったのが、これから自分自身で絵本を作りたいと。でも歌も書いているし物語とかも、ね、なんとなくイメージはあるんだけれど、ただその場面場面をつないでいく、そういったものっていうのが自分にはどうもうまく引き出せない。だから自分がこう思ったこととかを書いてくれる人、ね、書き留めてくれる人、誰かちょっといませんかって募集かけたんですよ。そしたら思いのほか結構いろんな方が来てくださって、で明日明後日とちょっとそういったお話を聞くっていうことになんか特化しているであろう方とちょっとお会いして、これから絵本とかも作っていきたいと思っています。でその絵本を作るにあたって僕の中で一曲外せない歌があるんですね。今飴舐めてるんだけど、これどうしようかな。大丈夫、ここでさ、みんな救急車呼ぶ準備 OK？ ボリボリボリ。マイク通して聞いたの初めてさ。お水ください。予想外のね。先生、はい、やっぱりトイレ行ってきていいですか？あ、今のうちです、どうぞ。じゃあ、行ってきます。ちゃんとね、休憩中に行ってくるのよ。ごめんね。すいませんでした。ありがとうございます。ティッシュいただきました。
どんな、あ、まさかのジェントルからいただきました。自由すぎない？この空間。あ、なんかね、もっとね、すごいいい感じに、いや、雨持ってるって人もいる。なかなか実はこうやって、あの演奏してる人の後ろからあの皆さんが入るってないなと思って、うん、あ、いい。彼にちゃんと渡すために撮ってる。あの絶妙な空気感。どうやってこの空気戻せばいいんだ。戻さなくていい。なるほど。でもあの絵を描いていて、今日ここにはないんですけども、あの天使と人間の恋の物語っていうのが恋なんですかね、あのあります。で、人間のむしろあの天使の羽って空を飛ぶためのものじゃないよねっていうのがある日ふっときて、きっと天の国から地上に降りてくるため、重力はきっと逆に向かっているんじゃないかとふと思ったんです。で、その天使の羽っていうものには、おかえり、待ってた。あの魔法があるよっていう、願いを叶える魔法があるよっていう、そういうお話が元になっていて、ただあの、まあ、この曲をちょっと終わったらね、あのお伝えするんですけども、あのどうして今こんなに何かを一生懸命、もういい大人がやっているんだろうということが、あの自分の中で明確にありまして、あのこの曲もそういった中の僕の人生のストーリーの一部であります。それという曲を。君の寝息、安心。
ください。ライドをね、特別な日を作りたいなと思っていました。今までこうやっていろんな曲を歌ってきて、本当に心へ帰る通り道、何がしたいんですかって、僕は今ここにいる一人一人に自分を、僕も含めてなんだけど、ちゃんと自分を生きていて欲しいなってすごく思うんですね。さっき前半の時にも言ったんだけど、本当に自分を生きていれば本当にその自分に合った幸せがやってくる。自分を押し殺してしまったりとかしていると、本当に自分の世界っていうのは自分が作っているから、本当にそういう現実が来るんだなって思います。今から10年くらい前、ほぼ10年前ですね、自分が初めてお付き合いした女性の方が、自分で命を絶って亡くなりました。で、その時っていうのが、僕はその方ともちゃんとお別れをしているわけでもなく、で、その他に僕は岩手出身なんですけど、こっちに来た時に言い訳みたいにすごく聞こえちゃうかもしれないんですけどね、劇団に入って地方を巡っている時に、ものすごくね、バカとか死ねとかクズとか、お前の友達なんかみんなクズだぐらいのことをね、365日も寝泊まり一緒の中で延々言われ続けた中で、まあざっくり言えば鬱の状態になっていて、その時に、ちなみに僕バツ2なんですよ。なんですけども、最初の初めての妻に出会ったのがその時で、まあ、うちに働きにおいでっていう形で甘えるような形でそこに転がり込むような形で、かといってもともと岩手にいた彼女とちゃんと別れをすることができることもなく、ずるずると時間が経っていった中で、もう彼女はそのことを途中から伝えて知っていたんですね。その時に言われたのが、いいって、扉、バンプオブチキンの歌にもあるけど、くぐれる扉って一個だけなんだよって、ちゃんと言葉で聞いた会話はそれが最後でした。で、なんだろうな、この歌とかも今の空へっていうこともそうなんですけども、後ろめたいですよ。僕はすごくこのことを伝えることとか話すこともすごく苦しくて、で、どうしたらいいんだろうって、岩手の方にいる人、誰がこっちに知り合いがいるわけではない、そう思った時に、悲しいって言える相手が僕いなかったんです。で、一生懸命歌に綴って歌に綴ってここまで生きてこれたのかなって思っています。で、僕が絵を描いている理由もそこにあります。僕が描いている絵ってすごく漫画チックだから、なんかなんだろうな、本話か絵本みたいだなって思って見ていただいてる絵もあると思うんですけど、彼女は絵を描いてる人でした。で、どこに出しても大体大賞を取ったり佳作を取ったり、ストーリーを描かせれば本当にアニメ企画の大賞を取ってしまうような、そんな素敵な感性の女の子でした。それを未だになんか自分の中で引きずってるんだなって、こうやって話すとなんか美談みたいでしょ、なんかそれがすごく嫌だったんですね。ただその時何が起きてたかって、僕すごく自分に嘘ついてたんです。本当はそこに帰りたいって思ってた。今一緒に住んでいる人じゃなくて、岩手のその子のそばに行きたかった。でも失うのが怖かったんだよね。周りにいる友達とかひどいやつだって言われそうで、そんな中にね、9月の朝、
自分に嘘ついていけると自分が苦しいだけじゃなくて自分を本当の自分を愛してくれてる人も今の自分を見てる人もみんなが苦しくなってしまうんだなってそう思った10年前の出来事から今ここに来るまですごく時間かかりました。去年の秋口くらいにこの話をやっと人前でできるようになってそこまではもうお話すらできなかったんですね。あまりにも苦しくてなんで今日凌介さんじゃダメ泣くちゃダメだったのかそのことがあった時にどうしようもなくて彼がライブの時に連絡をしたんです。会いに行きたいってお金がないんだってそしたらいいよっておいでよっていいから来なよってその時に今日ね大切な友達のために一曲歌いたいって思いますって言ってくれた歌が最初に歌ったゼラニウムっていう曲でした。生きている限りはいつの日か花は咲くその言葉にね本当に自分はどれだけもう本当に生きてこそだから本当に亡くなってしまったらねどうしようもないんだけどなんて苦笑いしながら後で話してくれたけどでもその心が何より嬉しかった。琥珀の中の渡り鳥あの歌も僕のリクエストです。魂の旅がねもしあるのであればもう一度会いたい人がいるのであればきっとこういう物語なのかなって思ってその歌を聴いていました。僕は結構自分のことをあまり歌わないんですよ。割と誰かから見た自分をこんな感じかなって歌にしていました。でもこの歌は誰かに思いを綴るように書きました。手紙という曲です。さようならまたいつか笑って会おうね。こんな綺麗事本当に叶うといいね。ありがとう。
止め、あの頃のまま泣いたり笑ったり怒ったり、ありのまま僕らがいた。僕ら信じて何も怖くなかった。今も二人の絵を描いてる。たくさんの花束と笑顔の君、使い切れないありがとうと数え切れないごめんね。今でも愛してると伝えたい。この歌に乗せて
一番かわいそうだよって思ってたんですよね。どうせみんな離れてっちゃうくせにって。でもそういう時って誰かが離れてるんじゃなくて自分が自分を見捨ててるんだっていうこと。そして周りには本当に今こうやって集まってくれてる一人一人が来てくれてるこの奇跡っていうのがちゃんと起きている。みんなは周りのみんなはね、僕をちゃんと扉をガンガンってノックをしてくれてるんだって気づけたのが本当に最近。何年も前にノックっていう曲を作りました。誰かが自分の心の扉をノックしている、それに応えるのは自分だよって。でも今になってやっと自分が自分に戻ってきた。だから本当に自分を愛してくれている人を大切にしたいなっていうのと、今日のライブもそうです。あんなに寂しそうで病んでたやつが今一人じゃないぞって、こんなに今頑張って生きてるぞっていう、どんなに後ろめたいことをやってきたのかも分かんないけど、それでもちゃんと幸せになっていいぞって、だからその扉開けようよって、そう今は思います。ノック聞いてます。ここでなんか軽く拍手とか起きるとなんかありがとうございます。
成長した手を叩いていただいてもよろしいですか。それからお隣さんもあの壁をコンコンコンうるさいよっていうぐらいの気持ちであの手を叩いていただけるとこの曲非常に楽しめると思います。35くらいから老眼が始まっているっていうことと、あの視力が日に日に落ちて、取り目になってるんですね。なので、まあカンペ用意したものがまるで役立ってない。もう2線近くに書いてる曲タイトルが見えないの、ここから。ね、クソ思うと頑張って絵描いてるでしょ。ね、応援してくださいね。ありがとうございます。
本当に感じてる言葉に集まってくれた一人一人に本当に感謝しています。すごいありきれた、うん、ありふれた、すり切れた言葉のような感じではあるんだけども、本当にこの瞬間ってこの瞬間この時間でしかなくって、今震災とかもそうだし、いろんなところでいろんなことが起きている。で、自分の人生のとね、それを比較しちゃダメだよって、今このここに生きてるこの瞬間をちゃんと楽しんでいいんだよ。ちょっとね、いろいろ死に滅裂になっちゃってるんですけども、なんかね、緊張してるそう、なんだろう、買ってみる。いや、とね、いいこと書いてるんだ今そうそうそう、本当にね、なんで書いてるの、これ、最初の世界が自分、ああ、そうそうそう、最初の世界は自分自身だよ、この世界をね、何か良くしていきたいとか、あと誰かをね、こう守りたい、助けたいって思った時にって、一番最初にやるべきって自分のことなんだって。これ僕も今すごく実践している途中です。誰かのためっていうことってすごく綺麗なんだけど、それって小さい良いこと、小さい良いことで、本当に良いことっていうのは自分も良くて相手も良くて、それが誰かのために循環していくような、そういうものであるということで、本当に今日はスポットライトなんかパンって浴びて今この場所にいるんだけど、本当にみんなで一緒にいるなって。だってここで聞いてくれなかったらすごい一人で歌ってて寂しいよ想像してみて、夕澄み渡るイベント、心へ帰る通り道、もう本当心だけで終わっちゃいますよ、ここだ外したー、いいよでも本当にね、あ、いいよ、ありがとう。なんかね、ちょっとね、上から言われるのちょっと好きよされてきた意味って何なんだろうなって探してる人がいます。でも今楽しまなきゃそんな意味なんかどこまで行ったって見つからないよって今思います。僕歌いたいから歌ってます。今絵を描きたいから描いてます。チヤホヤされたいからみんなに応援してって言ってます。みんな大好き、こういうのになりたいぞ本当に。こっち側に ありがとう、もうそうやってね、大きくても小さくても自分主役の人生生きてるんだから、本当に次の瞬間何かっていうことなんかわからない、だから生きてこう、どんな苦しいことがあってもちゃんと生きていれば花は咲く。僕この歌、実は涼介さんのゼラニウムという曲を自分の中で置き換えて作った曲でもありました。アンコール前最後にお届けするありがとう、そこ笑ってほしかった最後にお届けするのはアライっていう曲です。ありがとう。
探してる。君がいればそれでいいの。できればまだ会っててほしいけど、同じ時代同じ星で生まれた。こんな奇跡に感謝してる。たとえ先が見えなくても、星が雲に包まれても、瓦礫の道歩いて行こう。辿り着けると信じて行こう。何のために生まれ、何を残し消えてくの。今は何もわからないけど、だけど今はそれでいい。生きていくために、出してても出してなくても、まあ、いろんなことを書いてたりしてたんだけど、特にあの涼介さんいいねとかそんなくれないんですよ、寂しいことに。なんかちょいちょいなんかポチってなんか、あ、この記事に来るんだって思うのに来るんだけど、でもね、あのふと会った時になんかいろいろあったみたいだったねって言ってふって声をかけてくれるんですね。泣くって思って。ライブやるとね、なんか告知とかしててもあまりレスはないのにふと当日現れるとか、何なんだろう、この琉球マジックなんですかこれは。そうですね。本当に今日一緒したかった。で、僕今日急にお願いしたんで、歌詞がちょっと横に行って一緒に歌いたいなと思ってるんですけど、あ、はいはい、リクエストした
3曲目になるから先には青い空という曲を一緒にちょっと横で歌わせていただけたらなと思ってますけど、どう振り分けましょう。あの一文字ずつとかはちょっとやばい感じになりそうですね。一文字ずつは多分俺が無理。2番まるまる歌いますか。じゃあ横でよろしいですか。じゃあ今日は本当にありがとうございます。大好きな歌です。先には青い空。
ね、結構なんか満足してしまったんだけど、今回も聞きたいな。最後の最後で聞くと、あのここクローズが10時なので、割と急ピッチになってしまうんですけども、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。本当にあの言い訳じゃないんだけど、もっとね、ライブ全体うまくやってこうなんて、ちょっとね、心にくいことを思っていたわけですよ、本当は。あのいろいろセリフも考えてたし、こんなところでこんな笑いとか入れたら面白いかななんて思ってやってきてたんだけど、今日ここに来て一人一人と来てからね、話したりとかしてたら、あ、なんかそんな無理背伸びしない自分の状態で届けられるこんなステージもあるなって改めてちょっと思ったりもしました。本当にあの今日という日がちゃんと荒れることが本当にありがたいで、本当に会ってない人とか2年ぶりとかね、そんな感じのお友達もいたり来てくれたりとかして、あ、ちなみにこれここはシガレットもらいました。そう、なんか本当にあり、本当にばかり言ってるんだけど、次会える時までみんなが、ここにいるみんなが幸せであることを、僕だけじゃなくてここにいるみんながそれぞれ大切な人のことを、ここにいるすぐ隣にいるね、知らない誰かのことも大事に思えるように、今日という最後に祈りの歌という曲をお届けします。街がそっと眠りにつく頃、僕は窓開けた。誰かもきっと同じように星を眺めてるだろう。星に願いをなんてくだらないと思っていたけど、君が寝れるそばならそれもいいと思った。僕は歌う、この輝くように、この空の下で、いつか終わる儚きもの、僕たちはみんな羽ばたきながら輝きながら、いつ
が出会えたこと、それはあまねくそ裏の中の奇跡。たとえ遠く離れてても、君をそばに感じてる。会いに行くよ、いつかきっと君のいる場所へ。距離を超えて体を離れ、君を抱きしめるよ。星明かりが僕を照らす、優しく頬撫でる。孤独の意味も涙の訳も知っているよ。いろいろしたね。まさかの。ちょっとやり直していい途中から。いやいやいや。ありがとうございます。